脇一渓国鉄脇一渓貨車は、かつて日本国有鉄道に在籍した有害貨車である。特別小口小紀便用の専用貨車として、鉄道省が製造した25トン積二軸ボギー式有害貨車である。太平洋戦争前の1930年から1940年にかけて290両が申請され、 戦後の1960年から1962年にかけて余剰となり、老朽化した歴一系冷蔵車からの改造名義で100両が増備された。日本の国有鉄道で初めて申請された脇である。基本構造は1929年から製作されたワム2万1000型をストレッチしたもので、構成の外反と木製の内ハメとの間に空間を 設けた20番目構造も同様である。13メートル余りの車体の側面2箇所に、幅1700ミリメートルの200用引き戸を備え、走行中の車内で積み荷の仕分けを行う関係上、側面には窓、つま面には貫通扉と渡り板、室内には電灯が設けられた。台枠は溝蛍光を使用した平型で、ボギーセンター間は九千六百ミリメートル、 自長は20.0から21.5トンである。台車は高速用の中高性台車である TR24 を新規開発の上装備しており、設計最高速度は時速 85km であるが1943年2月2日より1947年8月31日の期間は戦時対応により時速 95km にて運用された。 1938年から1939年にかけて陸軍の要請により6両が内訳は北市方面3両、三世方面3両である本形式は製造時期により次の4種の形態に分類される下記のほか2社現存者を改版した脇291が存在したタイプ1の形式図タイプ2の形式図タイプ3の 形式図タイプ4の形式図宅圧い塗装のワムフ 1K 本形式は1927年に始まった特別小口小吸装専用車として運用された。1937年から始まった宅圧い急行貨物列車では車体窓周りに泡平色の太体3本と赤の細体2本を巻き、 腰板中央部に大きな白文字で、宅扱いと表記して、東海道本線、山陽本線で運用された。宅扱い便は、太平洋戦争中の1942年に、戦時輸送を強化するために廃止され、本形式は他の有害者とともに、一般輸送に供された。1945年8月に、日本が敗戦すると、 旅行自粛の解除に伴い鉄道輸送量が激増し、客車の後輩が進んだが、本形式は、その収容力の大きさから、代用客車としても重宝された。一部は日本を占領した、連合国軍に接収され、連合軍専用客車として運用された。その詳細については、口述する。また、連合国軍から返還された車両の一部は、貨車に、復帰せず、 そのまま客車として使用されている。1949年には戦前の宅圧回便が急行小口貨物として復活し、本形式は機関色で帯と急行便表記が施され、脇線型と共に専用列車で使用された。1952年には電源をワムフから供給する方式に変更され、本形式に装備されていた。 車軸発電機と蓄電池箱が原則撤去されている。昭和29年度下車更新修繕により、潜在で旧車中の2両が、新津工場にて、復旧工事を受けこの際、電灯装置が新たに取り付けられた。また、大宮工場にて40両、名古屋工場にて40両、高砂工場にて40両、小倉工場にて40両の合計160両にも、電灯装置が、 新たに取り付けられた。この工事は、翌年の昭和30年度貨車更新修繕でも行われ、前年未改造の車に対して、大宮工場、昭和34年度貨車整備工事改造により、大宮工場にて37両に電気暖房装置が取り付けられた。1961年には、急行便が特急と急行に分離され、本形式のうち50両に交代と、 特急表記を施して特急貨物用とされ、急行貨物用は帯を抹消して急行と表記された。特急用の交代と急行表記は1965年10月に廃止され、その後特急表記も廃止されている。容石の大きい本形式は穀物などのバラ積み輸送にも徴用された。この場合は扉部に石板を設けて車内に流し込んだわけである。 後年、穀物専用発破車の保キ2200型が登場したが、同形式は専用の二役設備を必要とするため、これを用しない、本形式は相変わらずバラ積み輸送用として徴用されたという。1967年には、東海道新幹線用の緩急車兼用救援車935型として、7両が本形式及び更新形式から改造されている。 本形式の廃車は1971年度から本格的に始まり、形式消滅は1979年度であった。太平洋戦争後の1946年から本形式から38両が連合軍専用客車として接収された。これらは他の専用車と同様に明るい茶色の車体に白帯を巻いた姿となり、連合軍専用列車で運用された。 その詳細は次の通りである。販売車とは、基地を回り、平易に物品の販売を行った車両である。本形式からは21両が指定された。大半が倉庫用として使われたが、販売員の居住スペースとしても使用された。また、冷蔵設備を設けたものも多く、これらは冷蔵スペースに相当する部分の側窓と扉を埋めている。1両のみが、 荷物車に改造された。舞台料理車とは、兵員用の食事の調理を行うための車両で、車内に調理設備を設けている。本形式からは、11両が指定された。舞台用簡易寝台車と共に使用された。雑種軍用客車とは、その他に分類されない雑多な用途の軍務車である。教育者、教育者用荷物車、販売者用荷物車などがこれにあたる。 本形式からは5両がこの区分となっている。1949年、連合国軍から返還されたもののうち、10両が貨車に復帰せず、整備の上そのまま客車として使用された。その後は、貨車前としたスタイルのまま、急行列車にも連結され、優等列車でありながら、混合列車風という奇妙な光景を現出させた。鬼6320型は、 9番号はホミ845で1両のみの存在である。室内の一部が天井氷装式の冷蔵室となっていたが、長野工場において冷蔵室付きの荷物車としたものである。その際に車掌室を設置し、車端部に開き戸が設けられた。1951年2月には大宮工場で救援車に改造されなや6560。 となったが、1953年6月の昇号規定改正により、苗2704に解消された。配置は、おぎ客尺であったが、1969年5月に廃車された。何6330型は、1949年に変換された、ホミ810系1両、ホミ830系5両、 星860計算量の給料を荷物車としたものである。外観上は車掌室が設けられて専用の開き戸が設置されているのが変更点である。形態的には脇位置経営タイプ2を種車とした何6330から6332とタイプ3を種車とした何6333から6338に分かれる。 タイプ2を種車としたものについては、種車の片引き度が2月会場不便のため、内側式の両開き度に改造されているのが特徴である。タイプ3改造車については、車掌室への開き度設置以外、大きな変更はない。1949年8月17日に、発生した松川事件に遭遇した、何6336は、翌年1月に廃車となったが、 残りの8両は1953年6月の車両称号規定改正により、何2500型となり、何2500から2507に改版された。何2500が1962年に廃車された。他は、何2501と何2502が1966年6月、残りが1967年3月に廃車となり、形式消滅した。 タイプ3改造車のうち5両は、廃車後、車席復活の上、新幹線用救援車935型に改造されている。番号の変遷は、次の通りである。935型は、1967年に浜松工場で改造制作された東海道新幹線用の、緩急車兼用救援車である。脇1型を起源とするものは、1から7の7両で、 そのうち一はタイプ一の脇四十、二はタイプ二の脇六十一、五両はタイプ三を期限とする、何二千五百型からの改造車である。なお、九百三十五型は全部で二十五両、製作されたが、残りは脇1系の改造車である。車内に、ディーゼル発電機と、自己救援機在庫、作業員控室を設けており、つまめには推進運転時の前方監視窓、 マクイタブには全消灯が取り付けられた。台車は3ピース型中高性 TR41C の標準基板である TR8000 に交換されており、最高運転速度は時速 70km に低下した。3から7は前述のように副席車であるが、改造の手続きは脇一ケーの現場との対象で行われており、副席の手続きも定かでない。 この際の新旧番号対象と現社の旧番号が異なっていることが趣味者の調査により判明している。ここで掲げた対象は現社調査によるものを生としてある。脇一型を起源とするグループは老朽化により脇線形改造グループの16から25により置き換えられ、1977年に廃車となっている。ワムフ1系の形式図ワムフ1型は、 1> 脇1型によ2000系車掌車に準じた車掌室を設けた構造の15トン積み有害環球車である。1937年及び1938年に30両が日本車両製造で製造された。基本的な仕様は脇1系のタイプ3に準じており、有害室の3箇所と両開き式の2役用扉に側窓が設けられている。 台車も脇1型と同じく高速用、中高生台車の TR24 であるが、荷重の変積に配慮して、枕羽根の板羽根が貨物室側が3連、車掌室側が2連、同じく軸羽根が2重、1重とされている。戦後の1953年から1954年にかけて、当時すでに廃車となっていた2両を除いた28両が、貨物室を縮小して、トイレ、 洗面所及び天井水槽を設置され、ワムフ100型に編入されて、ワムフ1型は形式消滅となった。各年度による改造工場と両数は次の通りである。台湾鉄路管理局 25C156÷100 型は1939年台湾総督府鉄道向けに製造された本形式の同型車である。車体の形状は タイプ3と同様であるが、屋根状の通風機は4個である。製造時の台車は、アーチバー型の鉄道小 TR20 相当であったが、戦後、枕羽根がコイル羽根で、コロ軸形式のスリーピース型中高性の標準台車に交換された。戦後は、台湾鉄路管理局に引き継がれ、25トン積み、校車 25C1 万型と解消された。本形式は、 大用客車としても使用された。製造量数は不明であるが、1993年には91両が在籍していたのが確認されている。一部は事業用の宿、境車に改造され、25ES1 万型に改称されている。1948年から1949年にかけて、ソビエト連邦のサハリン州鉄道向けに160両が製造。 輸出されたものである。携帯はタイプ2に準じており、台車は当時のサハリン向け貨車と同様の TR24 を履いているが床下の側ブレーキが設けられていない。ありがとうございます。